ちょっとね、軽く焦げてくる。こうくるんとね。どうも、社会不適合者です。ということでですね、今回はそんな僕が作る限界飯、僕が限界まで太った時によく食べる飯でございます。その名もね、白滝パスタですね。白滝ってカロリーがね、ほとんどないんですよ。これ見てください、裏、ね、カロリーね、これ 200g 入ってるのに5カロリー。もうこんなにね、低糖質な食材ない。そしてお腹にたまる食材なのでですね、僕今日はね、もうめちゃめちゃ食べたので、ここで押さえときたいっていうのがあるので、今回白滝で作るオイルパスタ、これね、正月太りに来ますよ、これは。ということで、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料紹介いきたいと思います。まずね、国産白滝、これ 200g、 これね、よく見たら 180g の白滝なんですけど、別にどっちでもいいです。 200g から 180g の白滝を1袋用意してください。そしてほうれん草なんですけども、1/2袋、これね、まあ、ほうれん草によって量量違いますので、あれなんですけども、だいたいね 100g から 70g ぐらいの間で用意していただければ平気です。ちょっと多いぐらいだと、お野菜いっぱい摂取していいですからね。そしてこのベーコンですね、ベーコンがね、だいたい 40g から 50g ぐらいの間のブロックでもいいですし、あの薄切りでもいいですよ、それは。で、これがニンニクですね、ニンニク2かけ、以上の状況でやってください。じゃあ皆さん、今回はね、痩せ飯なんですよ、痩せパスタなんですよ。そしてじゃあ皆さんにね、どうすれば太んないかっていう極意を皆さんに教えたいと思います。竹ごまねぎ痩せます、僕なんかはね。でもお酒飲まないと生きていけないので、でも結局この白滝のパスタ風で痩せるんで、どんだけでも酒飲んでいいってことなんで、飲みます。しかも今日は糖質が高いね、ビール飲んでて、でも大丈夫、糖質低いから。糖質低いものと糖質高いものを合わせると、なんと糖質ゼロになるんですね。そういうことなんですよ。もうちょっとやれみたいな空気になってるんで、やります。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、ほうれん草が来てる。ほうれん草はね、実はね、この部分ね、食べれるんですよね。この部分の食べ方ちょっとやりましょうか。一番ここ栄養素があるんですよ。でも土がいっぱい噛んでるんで、よーく水洗いです。ここはね、なんかすごくね、ビーツみたいな味がして、ここ美味しいんですよ。なんで、切り落として、これね、半分とかに切っておく。これ食べれますから。こうやってね、細かく切っちゃうと全くね、わかんないんでね。そしてここは、だいたいね、3、4センチの間隔で、こう切っていけば OK なんで、はい。でそしたら次はあのベーコンを切ってみましょうか。これちょっと長いベーコンだったんで、これね。でこれでまあ薄くスライスしていきましょうか。大事です。うん、これぐらいね。ベーコンはねちょっとたっぷりめにあった方が。ここをね、ニンニクか、ニンニクをちょっと。これね、いつも僕こうペティレアで潰してるんですよ。で、なかなか潰れないって方がいるんで、これね、潰し方を教えます。これね、こうやれば簡単、ほら超簡単でしょ。そしてこのジョッキで粉々になったこのニンニクはね、じゃこれはもう切っていきましょうか。今回はね、新鮮なニンニクの芯はね、ないんでね、こうやってザクザクとね、切っていきます。あ、そしてね、そして白滝ですね。白滝がですね、ここにあるじゃないですか。これがこういうちっちゃいザルあればね、ちっちゃいザルはまあここに置いとくわ。で、この白滝をね、ちっちゃいザルにね、開けるんですよ、これ、ね、お湯、まあ、ぬるま湯、大体40度ぐらい丁寧にね、ゆすいでいくの。そうすると白滝の嫌な匂いするんだ。これをゆすいで取っていきます。で、こうすると臭み抜けます。そしたら、ちょっとキュッと絞って、これで、臭みがないです。ではやっていきたいと思います。まずフライパンちょっとね、火つけます。そしてここにオリーブオイルを大さじ1ぐらいですね。で、ここにまずね、ベーコン入れてください。で、これ入れて、まあ、ちょっと軽く炒めたら、あのね、ニンニクも入れちゃいます。中火ぐらいでやりましょうね。ちょっとね、軽く焦げてくる。で、その時に先にね、ちょっとあの今回ほうれん草の量多いから、ほうれん草から入れましょうか。めっちゃ多いな、ほうれん草。まあいいや。ほうれん草はね、炒めていくと肩減ってくるんですよ。
が骨のしなっときたら溶いてる。でここで味付けをしていきます。水がね大さじ2、まあね、オイルも入ってるんでね、味付け欲しいんですよね。そうするとね小さじ1弱ですね、まあ、小さじ1よりちょっとね、あの小さじ1気持ち少なめみたいなもんですね。今日は小さじ1だから小さじ1弱でこれぐらい、なんかちょっと少なめ、まあ、ちょっとそこら辺はもういい感じで加減してくれっていうことですね。これですよ、これ。あと足んなければ軽く塩コショウ、コショウはね必ず入れてください。スパイス的なものね、唐辛子とか使ってないんで、胡椒はね入れてください。パパパパッと。で、パンだけでも塩で、水も入ってるんですけども、この白滝吸わせるように炒めながらいってきます。はい、で、こうやって水気が少なくなって、水気の旨味がですね、この白滝に吸い込まれたらもう完成です。はい、それでは持っていきます。まずね、白滝をこうくるんとね持っていきます。パスタはね、糖質が高いので、白滝はね、糖質ほとんどないですから、こういうところがね、大事なんですよね。で、ちょっとね、ブラックペッパーをパラパラっとかけていただいて、あと、まあ、ダメ押しでね、ダメ押しでパセリかけてあげるとね、パスタっぽくなる。はい、それではできました。こちらでですね、白滝のオイルパスタ風でございます。それではできました。食べていただきます。あー、うまい。じゃあ、完璧。いただきます。うまい。これもうね、このほうれん草のね、くたっとしたあの甘みのあるほうれん草とベーコンのパンチ、そして何よりね、このガーリックオイルがね、全体をまとめ上げてくれてますね。オーダー白ワイン。やっぱね、ペペロンチーノ系はやっぱね、ワインかなと私は思うし、オイル系のね、これ知らない人は思えないですよ。食べ応えとうまさがマジでパスタ級です。これ美味しいね。食事食べてしまうと美味しいお酒飲みたい。これ、燃えたよ、燃え尽きた。真っ白いな、真っ白いな。これで終わりに。わかりました。